ベルガモットベルガモットベルガモットは、ミカンカミカン族の常緑鉱木樹の柑橘類である。主産地はイタリア。遺伝子解析の結果、ミカン族の3つの原種が関与した、鉱雑種であることが判明し、レモンと大々の雑種と仮定したモデルによく適合した。ベルガモットの果実は、生殖や果汁飲料には使用されず、もっぱら生意を採取試行量として使用される。 紅茶のアールグレーはベルガモットで着工した紅茶である。フレッシュな香りを持つためオーデコロンを中心に、香水にもしばしば使用される。トルコ語で、梨の王を意味するベック・アームディが語源とする説のほかイタリアのベルガモ、またはスペインのベルガにちなむとする説がある。後者の説は、クリストファー・コロンブスがベルガモットをカナリア諸島で発見して、スペイン。 イタリアに伝えたとする言い伝えに関連づけて語られる。なお、密かに同名のベルガモットというハーブがある。これは、葉がベルガモットの精油とよく似た香りを持つことから同じ名前を持っている。樹高は2から5メートル程度になり、葉は他の柑橘類と同じように表面に光沢があり、他の柑橘類よりもやや細長い形をしており先が尖っている。夏に、 方向のある5枚の花びらを持つ白い花を咲かせる。果実は、ヘタの部分が出っ張ったような仕方かあるいはほぼ休憩をしており少しでこぼこしている。果実の色は最初緑色であるが、熟すにつれて徐々に黄色から大々色へと変化する。通常、大々の木に次期して栽培される。比較的暑さには、C が寒さに弱く、栽培には気温が、 氷点下にならないことが必要とされる。南向きの日当たりがよく考えされた山の斜面が栽培に適している。主要な産地はイタリアのカラブリア州である。この他にコートジボワールのサッサンドラ地方でも栽培が行われている。果実の火火から精油が得られ、これを香料として使用する。果実はまだ火火が緑色をしている11月から黄色く熟す3月にかけて収穫される。 抽出は圧搾法で、コールドプレス法によって行われているものもある。得られた精油は黄色をしている。他の柑橘類の精油がデーリモネンを主成分としているのと大きく異なり、ベルガモットの精油はエルリナロール。収穫時期によってエルリナロールとエルサクサンリナリルの比率は変化し、収穫時期が遅くなるほどサクサンリナリルの比率が増加する。また、ベルガモットの精油には、 ベルガプテンやベルガモチンなどのフロクマリン誘導体が含まれており、これが皮膚についた状態で紫外線が当たるとベルロック皮膚炎と呼ばれる炎症を起こして色素の沈着が起こる。そのため皮膚に接触する用途に使用される場合にはベルガプテン除去処理をした BGF あるいは FCF と呼ばれる精油を用いる。枝や葉を水蒸気蒸留すると プチグレンベルガモットと呼ばれる精油が得られるが、こちらの使用量は極めて少ない。非常に苦味が強いために生殖には向かない。これは他の柑橘類に比べて苦味を持つフラボノイド配糖体の量が多いためである。果肉 100g に含まれるフラボノイド配糖体の総量は 2.70g と生殖可能なグレープフルーツの 1.90g に 対して1.4倍程度ある。内訳としては、ポンシリン 1.24g、ネオヘスペリジン 0.59g、ナリンジン 0.244g などである。代表的なフレーバーティーの一つであるアールグレーは、ベルガモットの精油で紅茶を着工することで作られる。フレッシュな香りが適しているため、オーデコロンに使用されてきた。また、シプレの系統に属する香水は、 ベルガモットとオークモスを使用する。ありがとうございます。